はい、今日はねプロボイス全力勇者っていうゲームをやっていきたいと思います。ね、この作品以前全力勇者と超全力勇者っていうゲームをやらせていただいたんですけど、まあそのゲームはね、作者さんが声入れてやってくれてたやつ、めっちゃ面白かったんだけど、今回それのプロボイスバージョン、プロの方に声をやってもらってるっていうことで、面白そうなんでやっていきたいと思います。早速やっていきます。よろしくお願いします。名前はハロルトでいいね。おお、よく来た勇者よ。うわ、めっちゃいい声だね。俺が勇者だ。なんだてめえは。俺が勇者だからなんだてめえはって、王様じゃん。倒してこいや。うん、王様なんかすごい悪そうだね。俺に任せとけ。江戸の土産だ。おら千字もらった。じゃあアベバーは。ありがとう。いや、すごいいい声だね。頑張れ。うん、頑張ってくれ。そんだけ全力で応援されたらね。許さんぞ。いいね。魔王をぶちのめす。おー、いいね。でも俺がやってくる。うわ、あったね。ジジイ走ってたね。僕は力尊重。おじいちゃんっぽい喋り方だね。おじいちゃんっぽい。大丈夫？大丈夫？倒れない？黙れ。もう黙れ。俺が宿屋だ。はい、止まる。ごゆっくりとり。ごゆっくりとり。あれ、ちょっと待って、あいつ今一緒に寝てきたな。あれ、あいつ一緒に寝たんだっけ？そんなだったっけ？もう全力勇者とかもちょっと前だったから。俺が。そんな、まあまあでも、そうだったっけ？一緒に寝てきたね。止まらない。アーク。オッケー。じゃあ行こう。コウモリ。全力コウモリだ。全力コウモリめっちゃいい声だな。勇者め、ここから先へは行かせない。強そう。かかってこいや。全力コウモリ声強そう。必殺アサウト、全力目つぶし行こう。全力目つぶし。じゃあちゃんと技名も言ってくれるね。じゃあ全力急所蹴りで。いいね。タン飛ばしもやろう。あ、タン入ったね。カーペやってくれたね、ちゃんと。うわ、全力コウモリ、ちょっと全力コウモリ声だけ聞いたらすげえいいやつそうなんだけど。お、これは必見ですね。すっごく全回復さ。いいね。全回復と同時にこう、なんていうの、パワーとか気合もみなぎってそうだね。すっごいいい声。うはははは、愚かにも自ら屍となりに来たか、勇者め。ねえ、これさ、やっぱさ、プロの方ってさ、すごいよね。ちゃんと声がさ、分けてる。まあそりゃそうなんだろうけどさ、なんていうの、ちゃんとキャラごとに違うよね。すっごい。でもいい声。ぶっ飛ばしてやるぜ。で、全力。じゃあ、ちょっと急所蹴ろ、魔王は。全力急所蹴り。あ、うわ。うん？作者さん、ぬかぴさんの声したな。入ってきたな。この
俺が破れるなどありえない。うん、ありえないんだけどさ、ちょっとうわーって言ってたね。入ってきたね。待てい、俺たちがはるばる遠方から応援に来たぞ。仲間がいたんだっけか。違うな、応援に来たの。頑張れ。あ、本当に応援に来たの。負けるな。あ、なんかこんなだったっけか。貴様の力はその程度か、うん、もっと元気出していこうぜ。あったね、こいつだけ世界観違うみたいなこと言ってたね。うおー、負けてたまるか。おう、頑張れ。くらえ。いいね、マジで全力でやってくれてるじゃん。106。え、あ、それで倒せん、パンチやん。え、普通のパンチで倒してん、絶対。あと一撃与えれば倒せるってところまで言ってたんじゃん。あ、でもあれか、応援がないと立ち上がれなかったみたいな感じなのか。232まで上がったわ。やられた。うん、よくやったね、帰ってきてこのテンションだったらちょっとしんどい。あー、上じゃなくてさ、上じゃないよね、あ、まあ、でも全力、全力だから別にコンテンションでもしんどくないのか。さおら、せやんな。これで俺の戦いはおしまいだ。うん、しかし人生という名の戦いはまだ続く。これあれじゃなかった、なんかすげえ喋り続けるやつじゃなかった。そしてそれこそが真の戦いと言えよう。おう、だがしかしたとえ困難な壁のようなものが立ちはだかろうとも、この命燃え尽きる時まで俺は抗い続ける。そして必ずやしょめっちゃ喋り続けんの。もう画面消えてんのに喋り続けて途切れちゃってるセリフ。ドバシンドローム様、ここもちゃんとやっぱやってくれてんだね。すごいね、めっちゃいい声だった。ヤンフライ様、ウロコ様、トリアコンタン様、宇宙人様、めっちゃいい声だし。声の出演、全力ハロルド遠山俊、全力王様遠山俊、全力兵士遠山俊、全力宿屋遠山俊、全力村長遠山俊、全力コウモリ遠山俊、全力魔王遠山俊、全力詩人 A 遠山俊、全力詩人 B 遠山俊、全力詩人 C 遠山俊、全力天の声遠山俊。すごい、噛まずに言ったね、あの速さで、あの勢いで。遠山俊さんって方が制作ツール、この声 RPG スクール MV、 めっちゃいい声だね。作ったバカ、ぬか漬けパリピマン、うん、作ったバカの言い方ちょっとバカにした、本当に。スペシャルありがてえ遠山俊、この宇宙に生きる全ての生命体。うん、スペシャルありがてえね。俺はプレイする側だけど、ありがとう。うん、ありがとう。うん、ありがとう。すごいね、プレイする側だけどさ、こうやってさ、プロの方がさ、こうやってやってくれてるのを聞くとさ、やっぱさ、いや、すげえなってなるよね。面白いね、やっぱね、このゲーム。このゲーム自体、やっぱり面白い。うん。あの、全力勇者、超全力勇者は、作者さんが声やってたよね。あれ？喋ってたよね、フルボイスだったよね。うん、めっちゃあの作者さんのさ、ボイスの声入れてるやつさ、めっちゃ好きなの俺は。あのマジでうわーみたいなの、すっごく全回復したーのやつとかめっちゃ好きなの。あの感じ、バカにしてないし、めっちゃ褒めてるよ。すげえアホっぽいの、でもすげえ好きなの。もうこの作者さんのゲームがめっちゃ好きなんだけど、でもやっぱプロの方はプロのこと方ですごいよね。めちゃくちゃ面白いうん、すげえ全力でやってくれてたしね、すげえ力強かった。やっぱすごいね、そのキャラごとの使い分けとか勢いとか、やっぱすごいね。いや、面白い。いや、この遠山俊さんって方のファンの方ね、俺も途中で喋っちゃったりして邪魔だよと思ってかもしんないけど、それは申し訳ないけど、
いやでも面白かった。うん、ちょっとまたね、いろいろとこのバカゲー系もやっていきたいと思うんで、応援よろしくお願いします。ということでね、今回このあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。プロボイス全力医者でした。よければチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。じゃあねー。